端に。さあ、何時間走ってんのよ。別に横浜に残っててもよかったんだぞ。いや、まさかこんな遠出になるとは思わなくてさ。確かに。でも桐生さんを一人にするのは心配だからね。ほっとけないよ。ああだな。こりゃ降るわ。すみません、どのタクシーにも断られてしまって。そりゃそうやって、いくら長距離っつってもあんな偏僻なとこじゃ帰りに客なんざ拾えんもんやって。ほやけど珍しいの、あの村行きてえなんてやつ初めてかもしらん。なんや兄さんたちテレビかなんかけ。いえ、古い知り合いが住んでいまして、彼らに会いに。全国に残存する国道を一斉解散する第二次大解散。今でこそ海老名の方便になり下がってますが、本来は親父の悲願でした。俺はその意志を継ぐために恥を忍んで無所を出た。ですが海老名は俺の予想を超えて清流会を掌握しています。今の俺は四六時中監視下に置かれ、こんな状況を作らないと一人になることもままならない。本当の大解散を成し遂げるには援軍が必要なんです。援軍？ええ、本来なら桐生さん、あなたにぜひお願いしたい。ですがそちらの事情は理解しています。今すぐ再び表舞台に立てとは俺の口からは言えません。その代わりというのは失礼ですが、一つ桐生さんにお願いしたいことがあります。なんだ？堂島大吾、真島五郎、そして冴島大河、彼ら極道の伝説的存在に第二次大解散の力添いを願いたい。大吾たちに？ええ、荒川の意志を成し遂げるためには彼らの意向が必要だと俺は考えています。東条会と近江の大解散後、彼らは大阪で警備会社を起こしました。行き場を失った元坊の受け皿として。ですが1年も経った頃会社が倒産したんです。それ以来大吾さんたちは消息不明になっています。あいにくだが俺は奴らがどこにいるか。連絡先は知らなくても居所の見当はついてるんじゃないですか。桐生さんが彼らを放っておけるとは思いません。彼らを再び表舞台に上げられるのはあなたしかいない。どうかお願いできないでしょうか。奴らが姿を消したことは知っている。だがその理由は本当に知らねえ。だからまずはそっからだ。すまないな。明日から数日
町を離れる。ふーん、知り合いな。ほんの人も妖怪物好きやの。言っちゃなんやけど、人が住むとこじゃねえよ、あっこは。きっと事情があるんだと思います。事情の、まあ、あと 2,3 時間もすりゃ着くけ。お、降ってきすんだ。寒なるぞ、兄さん。積もる話もあるでしょうから、俺たちはここで。すまない。ただ、なるはやで頼む。さすがにこの寒さは応える。はあ。入るときはノックぐらいするんが礼儀やで。なんや、老けたの、キリュウちゃん。ご無沙汰してます、真島の兄さん。桐生さん、お互いいろいろあったみたいやな。はあ、まあ座れや。酒の一杯くらいはごちそうしてるわ。大解散の宣言式以来やな。もう4年になるか。あんたらは蒼天堀で警備会社を立ち上げたんだったな。ああ、それが今やこの有様や。それよりも桐生さん、お体大丈夫なんですか？ずいぶんやつれたように見えますが。あまり良くない。ガンだ。余命半年らしい。そんな。堂島の竜も病気には勝てんか。かもな。なら後悔せんようにほれ、たーんと飲んどき。あの世じゃ酒は飲めへんやろ。真島さん、病身の人にそんな。いいんだ大吾、兄さんの言う通りだ。死んじまったらそれまでだ。だから生きてるうちにやれることをやっておきたい。ほなら無駄話しとる場合やないな。聞かせてもらえるか。これまでに何があったんだ。こっちの話なんて。それよりもこんな場所は体に障ります。すぐに町に戻りましょう。車なら俺が。大吾、お前こいつと何年付き合うとんのや。ん、
キリュウちゃんが人の言うこと素直に聞く玉か、はあ、しばらくぶりなもんで忘れてました。そう、俺はいつもこうやって振り回されてたんだった。俺たちの身に何があったかでしたね。世間に負けたんですよ、俺たちは。少し長話になります。警備会社の設立には最初からリスクがありました。何しろあれだけ大々的に東条会と近江の解散を宣言した直後の話です。元ヤクザ者が集まった会社として世間の目を引くことは分かりきっていた。それに手を打たないお前じゃないだろう。ええ、ですから立ち上げ前に万全の策を講じたつもりでした。東条会と近江で使えるコネはとことん使ってマスコミやお上に話をつけました。当然相当な金も動かしました。7万人近い組員たちを元坊五年条項で苦しめるわけにはいきませんから、手段は選んでいられませんでした。手段の善悪を俺がどうこう言うつもりはない。だがそこまでやったってのにどこでつまずいたんだ。開業直後は順調でした。徐々にではありましたが大口の新規顧客も獲得していけた。まあ警備員としてこれほど頼もしい連中もある意味いないでしょうから、組員たちの社会復帰の受け皿として明るい見通しが立てられそうでした。ですが1年も経った時問題が起きました。社員が問題でも起こしたのか。いえ、ネットの告発です。ある動画チャンネルが我々の会社を取り上げたんです。そこで社員が元極道であることや開業に際して裏で行った役所やマスコミとのやり取りを暴露されたんです。まさかそのチャンネルってのはタタラチャンネルっちゅうやつや。春日もやられとったな。裏工作だけやのうて現場で起きたちょっとした不祥事も奴は見逃さんかった。それをありったけ大げさに報じて俺らの悪評を煽り立てたけど、奴が暴露したこと自体は全部本当っちゅうとこが困りもんや。俺たちは真っ当な反論を用意できませんでした。当然顧客は次々と離れていきました。役人どもも我関せず決め込みよって白状なもんやで。それ以来俺たちの行動に世間が目を光らせるようになりました。思うように動けないことで会社の資金繰りは悪化していったんです。そうなると社員たちの間に広まるのはヤクザ復帰を望む声です。なんせ会長やった大吾に俺らもいる。その気になれば年下のもんが思うのも無理のない話。社員の間には俺たちが東条会の復活を水面下で進めているなんてデマまで広がり始めました。そんなわけで内部もガタガタ、倒産するまで本当にあっという間でした。タタラチャンネルのおかげで世間の目を引いてもうて、内部からはヤクザ復活の夢を抱かれる。どうも俺らは連中が真っ当な人生を歩み始めるにはいたらあかん存在らしい。
それでお前らはこんなところに。大解散を本当の意味で成就させるためにはこうするのが一番いい。それが俺たちの結論です。事の経緯は分かった。青龍会の鋭備なを知っているか。お前たちから大解散の後を継いだ男だ。表向きはな。ええ、知ってます。会ったことはありませんが、2年ほど前彼が俺たちを探しているという情報が入ったんです。2年前、青龍会の高部が無所に行った頃か。ええ、海老には高部から第二次大解散を引き継いだものの、全国の極道をまとめ上げられるほどのネームバリューはありません。そこで我々を担ぎ出して広告塔にしたかったのでしょう。だがもうお前たちは表舞台に立つ気がなかった。それもあります。ですがもっと気になることがあったんです。海老名の素性を調べたら奇妙な因縁が浮かび上がったんや。海老名は母子家庭の育ちですが、中学の頃に母親は亡くしています。その後養子として引き取られた先で今の海老名姓になるのですが、それ以前の名字は氷川というんです。氷川。海老名の母親の名は氷川百合子。氷川興産の組長の娘です。氷川興産。荒川真澄がいたあの氷川か。ええ、荒川さんが氷川百合子と婚約関係にあったことはご存知ですか。確か氷川組長から押し付けられた縁談だったな。はい。しかし荒川さんには心に決めた人、茜さんがいた。ですが荒川さんは組長の意向に正面から逆らうわけにもいかず、百合子さんとも関係を持っていた。ここで疑問が浮かび上がります。海老名の父親は誰か。まさか。あくまで可能性の話ですが、海老名の父親は荒川真澄かもしれません。海老名は春日と同じ年齢です。出生の時期も合う。春日と海老名が腹違いの兄弟だってのか。まさに奇妙な因縁やろ。だがもしそうだとして、あの荒川が我が子を見捨てるとは思えねえ。海老名の出生時期から見て荒川さんは百合子さんの解任を知らなかったのでしょう。そして氷川興産の壊滅後、百合子は人知れず出産した。百合子から見れば荒川は父を殺した上に自分と息子を見捨てた男ということになります。その怒り恨みは想像するにあまりあります。その怒りが百合子から海老名に受け継がれたとすれば、海老名は荒川真澄を強く憎んでいた。ええ、そんな海老名が荒川さんの意思である第二次大解散を引き継ぐとは考えられませんでした。それでお前らは沈黙を守り、代わりに沢城に白羽の矢が立ったというわけか。おそらくそういうことかと。話はこんなとこや。けどわざわざ昔話を聞きに来たんとちゃうやろ。
ああ、お前たちに頼みたいことがあってきた。沢城に力を貸してやってほしい。あいつは荒川の意志を継いで第二次大解散を全うしようとしている。海老名の監視を受けながら清流会でたった一人でな。お前たちが出張ってくれれば沢城も海老名に真っ向から立ち向かえる。お前たちにとっても第二次大解散はやり残した仕事のはずだ。申し訳ありませんが、それは受けられません。ったく、人の言うこと聞かんのはええけど、話くらい聞け。桐生、言うたやろ。俺らはもう表舞台に出たらあかんのや。確かに俺らには人を引きつけて動かす力があるらしい。沢城の側についたとあれば、全国のヤクザの注目は集まるやろう。カリスマっちゅうやつや。自分で言うアホもおらんけど、事実やから仕方ないけどな。それはどこまで行ってもヤクザのカリスマなんや。俺らが連中に見させてまう夢はあくまでこの復活なんや。あの強かったヤクザ、羽振りの良かったヤクザ、けどそれはもう見せたらあかん夢や。俺たちが連中の社会復帰の旗印になるなんぞ、もう誰も信じひんわ。会社失敗の前科もありますから、海老名の経歴にうさんくさいところがあることを知った時点で俺たちも検討したんです。海老名が第二次大解散を何らかの形で利用しようとしているだけなら、その本当の遂行に俺たちが出張るべきなんじゃないかと。その結論がこうして逃げることだったんです。それがお前たちの責任の取り方ということか。はい、俺たちはもう存在しないことにする。それが一番なんです。なんなら死んでも構わなかったんです。でも死というものはその人を本当の意味で伝説に変えてしまう。桐生さん、あなたを死んだと思ってるヤクザたちがなんて言ってるか知ってますか？ほとんど神話の英雄みたいな扱いですよ。俺たちまでそうなってしまってはいよいよヤクザへの幻想が深く根付いてしまう。桐生さんにとっての風間慎太郎を想像してもらえればわかるでしょう。沢城は海老名と差し違える覚悟をしてる。だがそれだけじゃ第二次大解散は成し遂げられない。お前たちの力がいるんだ。すみません。そうか、沢城には俺が力を貸す。お前らはそうやって縮こまってるといい。ああ、邪魔したな。待てや、今のはどういう意味や？言葉の通りだ。お前らを当てにしたのが間違いだったって話だ。
ごたく並べて、てめえの責任から逃げ回ってるだけのお前らなんかをな。俺たちが、俺たちがどんな気持ちでここにいるか、あんたに分かるってのか。さっぱり分からねえな。分かりたくもねえ。このどうした、やるなら相手になるぜ。つまらん挑発に乗るのも尺なんやけどな。ムカつくのをこらえるよりはマシや。ええー、で、その挑発乗ったるわ。おい、一体何事。昔話に花を咲かせてるって空気じゃないみたいだね。すまないな、もう少し待っていてくれ。バカ言わんでください。仲間をほっとけるわけないでしょう。それにこれ以上待ってたら凍え死んでしまうからな。そっちが5人もおるんなら、まあええやろ、俺も混ぜてもらうで。やばいなこれ、このメンツとやり合う日が来るとはね。ったく、よそもんがわらわらと。無粋やの。まあええ、メイドの土産や、存分に味わっていけや。すごい威圧感、これただじゃ済まないかもね。もう後には引けねえ、こうなりゃなるようになるだ。私の分。こんなもんじゃないはず。相手してやる。覚悟できてる。仕留める。手加減はなしだ。寝てるわ。どうしよっかな。久々に熱くなった。容赦しない。治療する。俺の番。出てきたぜ。かかってきなよ。そろそろ諦めたらどうだ。悪く思うな。ありがとう。私の番。見せてあげる。処置に必要。
りますか。こんなもんじゃないです。くらいなよ。私の番。ほら。ありがとう。手加減はなしだ。そろそろ諦めたらどうですか。さて楽しませて。久々に熱くなる。終わらせる。せい。どうしよっかな。さっさと来い。そろそろ諦めたのできてる。どこんなもんじゃないです。さっさと来い。回復。楽しませてやれ。ほら。そろそろ諦めたらどうする。俺の番。相手してやる。しのげるかね。だぜ。行くぞ。何やと。お疲れのようやな、キルちゃん。けど、火つけたんはそっち。この程度で終わらせへんで。俺もそろそろ本気でやらせてもらいますよ。こんなもんじゃないはず。どうした。ゲーム。ありがとう。調子出てきたぞ。久々に熱くなってきたぜ。恥かいても知らないから。寝てるやるか。声張っていくよ。いつでもいいぜ。みんな、ファイト。やりますか。あれやっちゃう。よし。とっておきの技。味わってもらう。
全力でかかる。私の分。仕留める。手加減はなしだ。叩き潰す。手数がいるな。シャー！ゴーラー！フッ！ここは任せて。そろそろ諦めたらどうか。容赦しない。どこか。さあ、覚悟はええな。いやいや。どうか見てんの。治療する。やっ、ほら。はい、ありがとう。調子出てきたぞ。行くぞ。スカイ、ありがとう。ほら、こんなもんじゃないはず。目立っちゃおうかな。相手してやる。遊んでる。
久々に熱くなってきた。楽しませてやる。恥かいも知らないか。調子出てきたぞ。そろそろ諦めたのか。手加減はなしだ。ほら程度じゃないでしょう。全力でかかってこい。ほら。すまない。結構調子いいかも。目障り。どうした。相手してやる。見せてあげる。それ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 。ようやくあったまってきた。こっからが本番や。手加減はなしだ。目立っちゃおうかな。力の差を見せて。肩をつけよう。やるか。一発で決めるよ。当然だ。出てきたぞ。恥かいても知らないから。来ない。覚悟できてる。どこ見てんの。処置が必要だ。調子がいいぞ、私は。覚悟できてる。仕留める。潰れろ。
私の番。見せてあげる。待て
ぞ、私は。ほら。すまない。ここは任せて。見せてあげる。目立っちゃおうかな。くらいなよ。調子出てきたぞ。終わらせる。まだ強くなれるから見とれないで。いい感じ。まだまだ素直に喜んで。またいい音。格が上がったね。人生これせい。お前たちは何を怖がってる。他人の人生を狂わせることか。それともまた失敗することか。どっちにしたってやってみなきゃ分かんねえだろうが。綺麗事ですよ。それはやってみてダメだったらどうするってんですか。そん時はそん時に考えりゃいい。生きてりゃやり直しも償いもきっとできる。相変わらずアマちゃんやな。そんな風にしか生きられなかったからな。だがそれも最後だ。邪魔したな。これで会うのも最後だろう。待ってください。桐生さんに時間が残されていないことは分かりました。でもだからってわざわざあんたが死にに行くことはないだろう。逆だ大吾。え？俺は少しホッとしてる。やっと死ねるんだってな。何言ってんだあんた。お前らの言う通り俺も散々他人の人生を狂わせてきた。ただでさえヤクザだ。世間に顔向けできる生き方なんてしちゃいねえ。なのに俺ばかり生き残ってきた。だからヤクザの後始末は俺がやる。全部背負って死んでやるさ。アホ抜かすな桐生。そんな理由で。ほとぼりが冷めたらお前たちは春日の力になってやってくれ。ヤクザモンのこれからはきっとあいつが背負っていく。行くな。行ったらあかん。キリちゃん。ここに来たのも本当は最後にお前らと喧嘩してみたかっただけなのかもしれねえな。キリュウさん。
帰ってきちゃったな。堂島大吾に冴島大河、それに真島五郎か。あの人たちが手貸してくれたらだいぶ話は楽になったんだけど。それはそうだけど、でもあの人たちはあの人たちなりの考えがあった。これ以上無理強いはできないって。まあね。それに彼らもタタラチャンネルにはめられてたとはね。そうだな。おい、あいつキリュウじゃねえのか。ほら見ろ、間違いねえって。うん、本当だ。どうなってる。こいつをのさばらせたら俺たちはまたヤクザの食い物にされるぞ。前科者になったって構わねえ。一生動けねえ体にしてやれ。今こいつらを相手にしてる余裕はねえ。適当にかわして春日の家に向かうぞ。待てやこら。なんだ、何見てんだ。ねえ、行けよ。楽しんでやるよ。やるか。さあ、来い。おいよ、ほら、ほら。脇が甘いな。調子出てきたぞ。来ないでしょ。寝てるわ。調子乗ってんだ。どうしよっかな。見せてあげる。やっ、やりますか。しのげるかね。だーぜ。やっ、とっと。わたしの分。しとめる。せいか。しぐれろ。手加減はなしだ。どこ見てんの。うれうれ、終わらせる。私の番。どうした。容赦しない。見とれないで。大人の渋い人生、これ成長ってな。よし。
何見てんだよ。んざってね。何見てんだ。だっ。やはりここからの眺めはとてもいい。観覧車が見えるこの場所が好きだと言ったこと覚えていてくれたんだな、桐生さん。あの時孫妃に言われて俺も同じことを思ったんだ。ここはいい眺めだな。いつも通っていた場所だったが、孫妃と話すまでこういう景色があるなんて気づかなかったぜ。そう思ってくれたなら嬉しいよ。私も一人で行動することは好きな方だが、誰かと一緒にいる方が気づきは多いものだ。仲間というのはとてもいいものだと感じるよ。ああ、ハワイでもそうだったが、日本で孫妃たちと共に行動するようになって教わることが多い。みんな俺にはねえ考えや視点を持ってる。何気ない会話も新鮮だったぜ。一人で走ってたんじゃ得られない経験だ。それは何よりだ。横浜なら孫妃の方が詳しいだろうが、神室町なら任せてくれ。俺が案内するぜ。ほう、そうか。では神室町の景色は桐生さんに見せてもらおう。この眺めと同じくらいのものを期待しているぞ。任せておけ。そうだ、せっかく綺麗な眺めだ、写真でもどうだ。俺が撮ってやるよ。写真か。確かにここで撮ったことなどなかったな。では、せっかくと言うなら桐生さんもどうだ。まあ無理にとは言わんが。俺もか。では二人で撮るとしよう。ありがとう桐生さん、いい息抜きになったよ。これからもよろしく頼む。それは俺もだよ。よろしくな、ソンヒ。メディアの触れない悪をガツンと告発していきます。本日のお題はズバリ、はい、これ。皆さんこの顔に見覚えありますよね。そう、先
日ハワイで撮影された桐生一馬です。ですが今回の動画が撮影されたのは日本の某県、つまり桐生一馬は帰国していたんです。その目的はというと彼らです。こちらはかつて存在した巨大ヤクザ組織東城会の会長堂島大吾、そしてこっちは同じ東城会で幹部だった真島五郎と冴島大我、いずれも伝説の極道と呼ばれた大物たちです。古参の視聴者の中には見覚えがある人もいるんじゃないでしょうか。そう、かつて当チャンネルで報じた蒼天堀の警備会社、あの運営メンバーなんですよ。元極道らによる悪質な警備会社だったんですが、当チャンネルで取り上げたことをきっかけに解散。その後消息不明となっていた運営役員らはこんな場所に潜んでいたんです。では何のために桐生一馬は彼らの潜伏先を訪ねたのでしょうか。本日は決死の覚悟でこのビデオを撮影した投稿者をお招きしています。あ、どうもこんにちは。早速ですが投稿者さんはどういう経緯で今回のビデオを撮られたんですか。自分トラック運転手やってるんやわ。ほんで昨日ヒッチハイクの男を乗せつんたんやって、ほん時はそれが桐生一馬とは知らんかったんやけど、俺人を見る目だけはあるんやわ。この男はどうも怪しいな思って降ろした後に後つけたんやって。そして後をつけていった先で今回のビデオを撮影したと。桐生一馬と東城会の元幹部らはこの小屋で一体何を話してたのでしょうか。俺が聞こえた話じゃあいつら薬剤の復帰とか東城会の復活とか喋ってての。薬剤の復帰、聞きましたか皆さん。つまり桐生一馬と元幹部らは東城会を復活させようとしてるってことですよね。水面下でヤクザ復活が動いてるって、これって超ヤバくないですか。この動画はいつ上がったんだ。今朝早くに、すぐにトレンド1位に上がってテレビでも報じ始めてます。千歳の声ではないよな。ええ、春日からの連絡によるとちいちゃんは完全にエイジと手を切ったって話です。だから即席の代役でしょう。そのことに気づいてる熱心なファンもいるけど、それはごく一部。このチャンネルはもう数字が数字を呼んで膨れ上がってる状態だ。与えられたものが本物かどうかなんて大概の人にとっちゃ関係ねえ。ドワイトのやつが前にそんなことを言ってたな。地味な真実より派手な嘘に人は飛びつくか。それよりも今考えなきゃいけないことは、第二次大解散をどうやって海老名の手から取り戻すかだ。大吾たちの手を借りるのは難しいだろう。あ、ちょっと待ってください。その動画まだ続きがあるんですよ。そこで気になることが告げられてて。いや、今日の告発はかなりショッキングでしたね。この件に関しては続報が入り次第お伝えしたいと思います。で、次回の動画に関してなんですが、なんと今夜ライブ配信を行います。前にゲストで来てくれた清流会の海老名さんと沢城さん、覚えてますか。彼らが今夜うちのチャンネルで重大な発表を行いたいとオファーが来たんです。東京にある清流会支部にお邪魔して生配信しますので、お見逃しなく。海老名と沢城か。それも今夜か。そんなに時間はないね。生配信ってことはそこにあの二人がいるってことだよね。配信する以上エイジもいるはずだよな。東京の清流会支部、元東城会本部か。
行かねえ手はねえな。どちらまで行かれ。それでは出発いたします。誰もいねえな。野獣までごった返してるかと思ったのによ。まあ言うてヤクザだからね。画面越しならともかく事務所前に堂々と出張ろうとはそうそう思わないんじゃない？確かにな。その辺俺たちは感覚がずれてるかもな。そろそろ放送の始まる時間だな。誰からだ？部下からだ。なんだこんな時に。私だ。どうした？は？うん？そうか。あ、わかった。服役中の清流会会長高部が何者かに刺された。なんですって？高部が？容体は？意識不明の重体だ。はあ、このタイミングは出来すぎだよね。ああ、エビなど仕業に違いない。これでいよいよ清流会は奴のやりたい放題だ。この配信で何かとんでもないことを言い出すつもりだぞ。放送が始まった。チャンネル史上でもちょっと類を見ないんじゃないかという歴史的な瞬間をお届けすることになるかもしれません。告知の通り、今日本有数の国道組織清流会さんの東京支部にお邪魔しております。そして組織のトップであるお二方、海老名正隆氏と沢城上司のお二人から重大な発表があるとのことです。おい、すげえ注目っぷりだな。練習、何言い出すつもりだ？では、準備できたようなので登場していただきましょう。よろしくお願いします。本日はお時間をいただきありがとうございます。清流会の海老名と申します。同じく清流会の沢城です。こちらのチャンネルにご協力いただき、本日このような場を設けましたのは他でもありません。東上会が水面下で復興を計画しているとの報道を受けて不安を感じておられる方々も多いことでしょう。そんな今、横浜清流会の立場をはっきりとさせていただきたいからです。清流会は彼ら東上会の復活に断固として反対します。それは同じ極道として商売敵が増えることへの懸念ですか？いえ、違います。確かに現時点で清流会は極道組織です。それにここ最近は組員を増やしております。しかしそれらは全て解散のための布石です。解散？もう4年になりますが、日本の二大極道組織である東上会と近江連合が同時に解散宣言を行ったことは皆さんの記憶にも新しいでしょう。しかしその結果、元極道が社会にあふれ治安は悪化、挙句の果てに元東上会幹部は組の再結成を企てる始末です。はっきり申し上げて、あの同時解散は失敗でした。極道に携わる者として歴史的汚点と言うべきだと考えます。大解散を首謀した堂島大吾、渡瀬勝、そして
荒川真澄、この3名は日本を混乱に陥れ、元極道者たちの人生をいたずらに狂わせた戦犯であると私は断じます。海老名に話し合わせなきゃいけないんだろうけど、どういう心境で言ってんのかね。荒川さんの意思を命がけで継ごうとしてるのにさ。案外本心かもしれねえ。え？当時沢城は大解散のことを知らされていなかった。蚊帳の外だったんだ。自分に相談してくれりゃもっとうまくやれたって気持ちはどこかにあるのかもな。歪んじゃいるが、こいつの荒川への忠義は春日に負けちゃいねえよ。めんどくせえやつだなこいつも。そこで私とこの沢城は、現存する極道組織の中では最大規模である横浜青龍会の責務を全うすべく、真の極道解体を実現する計画を進めてきました。それはどういう内容なのでしょうか。現在の日本では元坊五年上皇が足かせとなり、極道から足を洗った先に待っているのは、事実上社会からの村八分、要は見殺しです。前回の解散はそのことをまるで考えていませんでした。そこで私は解散後の組員を一人残らず社会復帰させるための支援プログラムを構築しました。それこそが第二次大解散、真の意味での極道の解体です。このプロジェクトは日本政府にもご協力いただけるよう現在折衝を進めております。政府ですか。それはまた壮大な話ですが、なぜ政府が関わってくるかをご説明しましょう。それはこのプロジェクトが日本の抱えるもう一つの課題も同時に解決するからです。その課題とは核廃棄物の処理問題です。原子力発電所からは日々大量の核廃棄物が排出されていますが、日本には処理場がありません。ひたすら廃棄物を溜め込んでいるのが現状です。しかし我々はこれらの廃棄物を引き受けて処理してくれる場所を見つけました。それがハワイの宗教団体パレカナです。長年慈善事業や環境問題に取り組んできたパレカナは、核廃棄物にも対応できる処理場を独自に所有しています。辛抱強い交渉の末、パレカナは日本の低濃度廃棄物の処理を引き受けてくれることになりました。そして解散後の青龍会組員を処理場の職員として雇用していただくことも確約済みです。核廃棄物の処理に加えて元坊の社会復帰問題まで解決ですか。いやー、確かにこれは重大発表ですね。ええ、ただ本日このような場を設けていただいたのは、何よりも我々青龍会の誠意をお伝えするためです。ただいま申し上げた計画が机上の空論でないことを示すためには、まず皆様方の前で最初のアクションを起こすべきだと考えました。最初のアクションとは？他でもありません。本日ただいまをもって横浜青龍会は解散いたします。え？解散準備を進めているというお話でしたが、今やっちゃうんですか？はい。そして我々は明日から新たな組織NPO 法人として生まれ変わります。組織の名はブリーチジャパンです。ブリーチジャパン、何言ってんだよこいつ。亡霊が蘇ったってことなのかな。
けでした。プロジェクトが実現したら日本にとっても大きな転換点になるんじゃないでしょうか。では本日の配信は以上で、続報をお楽しみに。何あいつ、綺麗事並べて。まだ中にいるはずだ。出てくるの待つ？いや、ここから出てくるとは限らない。こっちから伺うとしよう。やっぱそうなるよな。よっしゃ、行こうぜ。なんだ。ほう、これはこれは、東条会復活を企てている桐生さんじゃないですか。自分たちの大解散が失敗したからって俺らを邪魔しないでくださいよ。海老名と沢城に用がある。道を開けろ。未だに自分の置かれた状況が分かってないようだな。それともてめえの無様を世間に晒してえのか。でかい口は目の前で叩け。電話で啖呵だ。無様なのはお前の方だ。後悔するなよ。やるか。覚悟できてるよ。本気出せよ。仕留める。手加減はなしだ。ほら来い。本気だ。蹴りをつけるぜ。燃え尽きる。私の番。かかってきな。さっさと来い。おいおら、こっち見ろよ。ほら。すまない。どうしよっかな。おいおい。どうした。ほら来い。は容赦しない。調子出てきたぞ。蹴りをつけるぜ。燃え尽きる。シャンパンパパン、シャンパンフフ、シャンパンパパン。
手加減はなしだ。おいおら、こっちだよ。殺せる。俺の番。私の番。脇が甘いな。しびれる。ご褒美じゃ。あっちむん。どうしよっかな。どうした。見せてあげる。調子出てきたぜ。目障りだ。叩き。こっち見ろよ。来ないのか。使っとくか。やりますか。だーぜ。あっ、やる。どこ見てんの。仕留める。ご褒美だ。私の番。相手してやる。容赦しない。問題ねえ。さてと、手加減はなしだ。こっち見ろよ。寝てるわ。やばい。俺の番。回復。あたし、ぶち殺してやる。よし。ほら。私の番。旗をつけよう。よし。一発で決めるよ。当然だ。テンション下がる。回復。体が重い。やるよ。まだ強くなれるか。まだまだ強。素直に喜んでおくか。またいい男に格が上がったね。あかね。これ正面から入るのは無理そうだね。こっちだ。裏から回り込むぞ。こっから先は一本道だ。逃げ場もない。腹くくれよお前ら。上等。蹴散らしてやりましょう。やるわね。いけるな。なんか文句あんのか。地獄に送ってやるよ。いつでもできるよ。やるか。やろう。脇が甘いな。調子出てきたぞ。ほらほら。来ないの。やけろ。私の番。さっさと来い。
見せてあげる。決め、はい、おしまい。押し寄せてあげよう。見とれない、いい感じ。体は万全だね。やってやろうじゃねえか。覚悟してよね。やるか。仕留める。手加減はなしだ。終わらせる。どうしよっかな。相手してやる。目障りだ。謝ったって遅いから。やりますか。血が止まらねえ。出血が多いな。行くぞ、俺。どうした。よし。入れてよ。私に分。さっさと来い。かかってきなよ。行くぞ、俺。どうした？おい。なんだ？さてと。ああ。よし。さっさと来い。ん？よそ見すんな。おいおい。相手してやる。ん？ああ。さて。ほら来い。来いよ。さっさと来い。よそ見すんな。なんだ。こっち見ろや。こっち食らう。はっ。せいや。出てきたぞ。寝てるな。二度と触れさせてやる。処置が必要。だーぜ。
何もねえ。くらえ。どうした？私の弾。脇が甘いな。大人の支部、人生これ成長ってな。おいしい。うん、いいんじゃない。おいしい。うまいな。いけるな。やるわね。何見てんだよ。邪魔だって。泣き言言っても遅い。私の番。恥かいても知らないから。さっさとどい。仕留める。どうしよっかな。相手してやる。本気だ。容赦しない。どこにいやがる。どうした。調子出てきたぞ。覚悟できてる？ありがとう。まだまだ強くなれそうだ。私の番。恥かいても知らないから。どうした。おいおい、どうした。こっちに来るよ。さて相手してやる。やろうか。仕留める。私の番。来ないのか。見せてあげる。敵が見えねえ。手加減はなしだ。終わらせる。やりますか。さっさと来い。しのげるかな。だぜ。脇が甘いな。このクズ。どうしよっかな。こっち見ろよ。容赦しない。惜しかったね。押し寄せる脇よ。まだ強くなれるか。見とれないでね。格が上がったね。
牛出てきたぞ。東京だけは買ってやるよ。この辺りには敵の気配がないな。沢城たちはおそらくこの先だ。用心して進むぞ。フルスは堪能できましたかね、キリュウさん。奈良崎、じっくり目に焼き付けておいてくださいよ。これが見納めになるかもしれねえんだから。言葉の意味が分かんねえな。てめえみたいな小物に取らせてやるほど、この首安くねえつもりだぜ。その減らず口、二度と叩けなくしてやるよ。おう、てめえら、堂島の竜の首取ってこいや。おう、やれ。私の番だ。止める。手加減はなしだ。来ないの？終わらせる。恥かいても私の番。どうした？なんちゅうもん持ち出してきやがんだ、あの野郎。好き放題やるしろって、しつけがなってねえみたいだな。かかってきなよ。寝てるわ。
なんだよ、あのでっかい刀。あれをまともに受けるのはちょっと気が引けちゃうね。ほら、来るよ。ほら。すまない。しゅっ。うわ。手加減はなしだ。やろうぜ。終わらせる。出てきたぜ。来い。大丈夫できてる。そんなもんか。寝てるわ。処置に必要だ。どうした。ここは任せて。なんだ、本気出せよ。相手してやる。ああ、とっととかかってこいよ。ここで決める。うわっ、ソフィー目立っちゃおうかな。セレノ、エチワグリ、私の番。楽しませてやる。どれあれ。どうした。本気出せよ。さっさと来い。仕留める。セフセフレロ。手加減はなしだ。
さっさと来い。ほら来いよ。楽しませてよね。おきゃろかかってこい。なんだ。どうした。来ない。やんのか。ほら。なんなのか。ほら来い。できてる。ビビってんのか。本気出せよ。なんだよ。うん、やる。やろうぜ。かかってきなよ。出てきたぞ。終わらせる。ここは任せて。さっさと来い。見せてあげる。目立っちゃおうかな。必ずでやるよ。何やろうが。超細かくとうざってんだよ。そろそろ限界ですかね、キリュウさん。まあ、遠慮なくくたばってくださいよ。かかってこいよ。ほら。すまない。手加減はなしだ。寝てろ。相手にならねえな。まだ強くなれ。悪くない気分だぜ。見とれないでよ。いい感じ。まだまだ強くなる。また格が上がったね。人生これ成長。大人の渋みが出てきた。バカが。エビナさんも沢城さんも花からここにはいねえよ。さっきの配信はライブじゃなく録画だったんだよ。お前らはここにおびき出されたんだ。ついでに始末できればそれでよし。もし仕留め損ねても、うん、それはまあ外に出ればわかる。キリュウ、もうお前に安住の地はねえぞ。沢城たちがいないんなら長いは無用。行きましょう。ああだね。すっげえ。さすがに死んじゃいねえよな。これ全部キリュウがやったってことなのか。なんだあいつら、ここがどこか分かってんのかよ。野人間にマスコミもいるのか。片木が堂々とあの門をまたぐとはな。あ、キリュウだ。じゃあやっぱこれキリュウがやったのか。すげえ。青龍会が解散計画出した途端殴り込みかよ。イカれてんぜ。